皆さんこんにちは、アニマルトレーナーのクズでございます。というのは嘘です。ゲーム実況者のクズでございます。以後よろしくお願いします。今回はね、いろんな生き物を育てるというコーナーでございます。一番最初はゲームで発見卵筒。オリジナルですね、虫と魚系の卵筒が出てくるというやつです。適度に続けています。大変やばい状況となっております。どうなって、なんか出てんな、電気とか。同時に、2体まで育てることができると思うんですが、魚系と虫系を育てることができます。本来の卵、寝てるやん、こいつ。寝てる、何もできへん。マップ移動もできるんですが、うわ、真っ暗や。あ、そうか、時間があれか。失敗やな、これ。バカセ、どっち？バカセやミカチュウ、誰ミカチュウで。掃除の前で、これ。怪盗掃除。ああ。二人呼んでかやるやつか、交換するやつか。一瞬びっくりした。推しに返すか、何を？ここやね。卵センサー。ああ、海さんか。ここやね。冷凍装置。何は？このゲーム、真っ暗。何もできん。ちょっと待って。こうやってたまに街とか外歩いてる卵を見つけるんですよね。でそれで拾って卵っちたちを返すんですが、本来の卵っちとだいたい一緒です。まあ、夜は寝てて朝起きてるっていうんですが、しまったなこれ。何もできねえ。ちょっと起こせれるんかな。ちょっとね、どこやねん。でもね、やばい状態。やばい。あ、これでもこれ変えるのかな。いける。寝かしてくれ。あ、これ、いけた。寝れるやろ。たぶん。朝になる？いけるな。あ、呼んでるな。いけるか。はーい、起きてるけど、ちょっとこっちやばい。わあ。何が起きた？これ、かきっち、お腹が、ビスケットあげましょう。本来の卵とかは変わらないです。食事にしたり、ライト消したり、遊んだり、病気治す、トイレ、で、状態、なんか用かな。違う。で、後で、付け加えたシステムとして、冷凍したり、冷凍で保存したり、解凍したり、出したりできるんですよ。ずっと死なずに置いときたい方は、冷凍とかできるんですよね。ちょっと待って、デジモン要素がちょっと入ってるのかな。うわ、病気になった。これちょっとね、すごく難しいですよね。すぐにはもう、病気。じゃねえって叱る。あ、これ叱るとかですよ。教育ができる。お前叱る。うわうわ、めっちゃ怒ってる。そう、やめろ。うわ、もう病気治さなかんけど、飲み薬。さっきからもう、食えや、もう。むしゃむしゃ食ってる。2回で多分治ったと思う。塗り薬はね、たまに上から岩が落ちるんですよ。で、それに当たると怪我するという、なんか、謎のシステムですね。ほらほら、これなんですよ。答えを寄せてきて。あーってな、これ、なんもできない。おい、どけて、あーもう。怪我病気何してね。これ塗り薬2回治るんですよ。で、これしてる間にお腹が空いてて大変な状況。ちょっともうやめて。しょっぱなから、かきっちーはもう。なんなん、かきっちって。
うか。ちょ、状態見せてくれ。お腹が、シャワー開けてみるか。ソフトクリーム、食べるのかな。うわ、食べる。え、溶けへんの、海の中やろ、水の中やろ。え、じゃあ、どこか、どこで食べてんの、食事で食べてんの。連続でできへんのかよな。めんどくさいわ。うわうわ、なんか読んでるよ、読んでる。虫、あー、なんか、なになに、え、え、え、死んだ、びっくりした。なになに、ちょ、死んだんじゃん、え、ふえふえ言ってるよ。ふえふえ言ってるよ。五輪中か、ちょ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 、しょっぱな、あー、なくなった。五輪中です。俺は向いてないのか。あー、くそ。なんで？だってさっきから岩と病気でお前何してんの？ああ、もうすごいな。こんなんあったんか。ああ、死んじゃった。お墓。まあいいや。ちょっとこんなことじゃ虫っちゃ早く、ああ、記録残しとこう。アホロッツとかあるけど、よくわからん。アホロッツとかさ。あ、こっち呼んでたな。ああ、お前、ああ、またいいわ。お前も死ぬんちゃう。ちょっと、どうぞ、やめろ、やめろ。あはや、うびしゃなってる。あ、もう、虫ちゃま、もう。わ、ボロボロと、最悪な育成ゲームだったけど。直していこう。もう早く。また、だって、お腹すいて死ぬんやろ。ちょっと早く。アイスクリームなんかあげたからか。虫っち。むむちなって、虫ちゃん。そう、さっき進化したんですよ。収録前にね、ちょっと試してやってたら、勝手に進化しちゃって。これも、えらいこと。あ、間違った。トイレじゃない。あ、まあ、うわ、ご機嫌もない。やばい、これやばいと。何だろう、リンゴ食べる。お、すげえ。いや、これやばいかな。うわ、口、かわいいな。え？で、何？もっと食わせろってない。ご機嫌は、ミニゲームを、多分知って、どこでやん。これしよっか、これ。これは、まあ、くじですね。削ったところで、なんか出た目で、ご機嫌とか、こうかな。しか、そうなんですよ。順番で、ここ。これも確率めっちゃ低いです。ここ。やった、一個。うわ、ドクロなの。こっちをやろっか。で、やると多分なんかお腹が減ったような気がするんですが、覚えてないですね。ここ。うわ、これやばい。口。ここ。えい。危ない。ドクロ。もう一回しよう。ここや。うわ、口。ここ。なんてやねん。さっきから。これ怖いな。ここに二択。わあ、全部すか。口ね。あ、でも、ああ、もう一個行こうか。ちょっと、OK、運動でもさせましょうか。何これ。あ、そっか、自分で動くんすが、たまごっちも勝手に動くんで、若干操作が難しいです。自分でこう、ちゃんと動かせるんすが、たまにこいつも動いてるんで、変なとこ勝手に対処します。あ、ほんまや、だからボケ取らへんやん。こっち、ここや。えい。えい、やった。ここ。やった、3個。これはでかいな。あと危ないな、ドクロ。なんか NHK のキャラクター出てきそうな気がするけど。リンゴ。どんぐりも食うかな。あげてみようか。口。どんぐりやで。クレアウは食ってんな。しぶしぶ食ってる。あれ、お腹これだ。ゲフーってなってるやん。あ、もうゲフーやん。おつむやい。体しつけ。おめときましょう。食べたからね。なんか分かってない。もう一回行こうか。分かってね。知恵やね。知恵。お勉強。7、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 
勝手にあの指示するできちゃうけど勝手にこいつが判断するから、ちゃうちゃうちゃう、ごめん間違えた、うわごめん俺が間違えた、あちゃう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 、ちゃうやもう間違えた、何見てね、うわごめん違うんじゃって、間違えたんだ俺が、あ間違えた、もう俺がアホになっちゃうやん、これやどこでんねん、もうここはどこやで、イエーイここ、あーおお踏んだり蹴って同じとこかい、ちょっとでもっかいしやろ、こっちってこっちって、うんオッケーオッケー、ね、勝手に判断していく、あ一応指示は出せるんですが勝手にあの違うとこ行ったりするんですよ、こいつの考えで今のとこ大丈夫、インタスロープは違うえやんけん、何でしたっけ、俺のせいじゃないってそれ、いいもんじゃない、まあよしとしようって感じだったんだけど、B ボタンでこう呼べたりもできたんで、まあ、こう時間経過で変わっちゃうんで、でたまにコースを出て、まあ、大会無理やから歩いてたらたまに卵が落ちてるんですよ、でそれをなんか拾って持って帰ったらでまた卵育てるみたいな、もうないかな、だいたい森は森の虫はだいたいこういう森のところにおったりないな、ここまでです、適当プレイでした、次次やるよ、ですね次の、動物は動物は生き物は、生き物というかゲームはアニマルブリーダーというゲームですね、今回はワニにしました、ね、これね結構ワニとかねカエルとか育てるんですよ、簡単に言えばあれに近いかな、ハムスタークラブにちょっと近い感じで、めっちゃ、たまごっちみたいにそんな真剣に育てるんじゃなくて、これ選んで、それ1日終わりみたいな感じのゲームです。職員かな。遊ぼう。じゃんけん。どれ出すか？チョキ。お前出せれんのか？チョキ。言ってんのかな？グー。お前一緒に出すな。どうやって出すの？どうやって出すの？どうやって出すの？歯の数か、いや負けとかじゃないって、俺が勝ったの、あ俺が勝たなあかん、普通動物で勝たすんじゃん、俺が勝つ、ようわからん、あ名前は団子です、いや特に意味はございません、まあ、こんな感じですね、これで2週とか3週とか変わっていくんです、しつけおめよう何もしない、気分でこうちゃんとした一回ずつなんでね、きっちりできなくて、これでどんな状態なのかっていう、まあ、適当なゲームなんですが、寝てるな、そうだったね、まあ、観察とかあんのか、なんかショックって ショップに結婚があるな、なんでお姉さん可愛いぞ、そうやかつけてみて、初めて初めて姉さんあんな初めて、うんね、ペットがパッドに見えるけど、ペットの治療、結婚相手の紹介、育成に関するアドバイスなどをします、この時はいつでも来てください、お姉さんの年は何歳ですか、体力をつけるには、見てなかったってん、それで終わり？この、今週聞いただけやで、ね。ちょっとアドバイス聞いた。どういうこと？どういうこと？特殊。何スタイル打った実験？
さてと誰が言ってんの、え、合成って何って、何をする、いや、チャレンジ、ちょっと待って、青い液体、次は、誰に、どういうこと、こいつが違うじゃん、ピンクにしよう。うわわわわわ、目痛い目痛い目痛い、ちょっとやめろやめろ、うわぁ、お前が実験してたの、はははじゃねえよ、それ見てたんか主人公、その他ってまだあったよな、ショップ、翌週、あ、次の日、経歴、日記はセーブ、観察みたいな、見てるだけで、あ、そうか、よかった。爆発しがら、泳ぐ場面だ。何も E とか D とか低いってことやね。美しさ、それは美しくない。ナイルワニ。温厚、製造、はいはい。これで次の週いかんよね。いや、なんか行きそう。なんか行ってるやんけ、多分。意味わかんねえ。ちょっと待って待って。ゲームってなんだ？ゲームって。何もする、お前が言うね。テイロってお前がゲームすんの？主人公がゲームしてんの？ちょっと何人やねん。主人公がゲームしてそれをちゃんと見てるかっていう、どういう教育なんや？どういう教育？何をやってたやろな？テトリスかな？何もやることないからっていっぱいあるやんけ、お前。何も進んでないんだけどさ。食事、肉でもあげとくか。不食やから、うわ、食ってるよ。どうなった？わあ、日付、あれ褒めるなかったっけ？あれ？一個ずつなかったけど、あげましょう。転がったもんな。お、いい感じだ。ペコペコしてるよ。ペコペコしてる。特に意味はないと。いやー、どうしようかな。歌。今日は歌のレッスンだって。どういうこと？歌われるのか？歌ってん、ガウガウとか言ってんね。おぎゃんぎゃんぎゃん、おぎゃんぎゃんぎゃんとか言ってんね。おぎゃんぎゃん。あぼ。まあ、練習はいらんかもしらんが。練習って。意思疎通って何？なんか増えてんの？買い物。え、これなんか増え、ワニに生き残るってどういうことなの？意思疎通って何？ちゃんと聞いてるか。ゲーム、あ、そういうこと。おまわり。いい、まだやんけ。見とけや、もうちょっと。今、首振り。あ、目動いてる、ほら、目動いてるよ。なんでなんで、目動いてるやん。ほら、横に、ほら。ジャンプ、いけ、ジャンプ。あ、尻尾がぴょんぴょんしてるけどな。これでもランク上がんのかな。なんか増えるのかな。6周増えるの。あ、計算が増えてる。うちのあたりある。おお。あ、落ちる。お、いける。あー。ぴょこぴょこして、ほら、謝ってるやん。許されよ。覚えた。覚えねえよ。食事あげとくか。肉。あ、なんか、待って、まあ、地味やな。え？花粉症になった？え？花粉症？え、どうやってこれ？治療？あれか。何花粉症？どういうこと？しゃあない、お姉さん。直して。治療。花粉症。ワニって花粉症なんのかな？調べてみようかね。来週ってもう今週その治療で終わってんの？花粉症やで。なんで花粉症？
切り出たな。寝るだけかな。寝るだけやな。生きてんのかなこれ。どうしようかなじゃねえと。遊ぶに昼寝た。ブレーサル。変わんねえ。今日はプロレスだって。かかって。お前とかや。うわ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 。うりゃって。お前本気で、え？いやいや、危ない危ない危ない。いてててじゃねえよ。噛まれてるよ。練習って必要あんの。ペコペコしてるってだから。格闘覚えた。何に使うんだ？これ大会とかなんか、え？今？さっきの治療なんだ。え、ちょっと待って、今正常ってどういうこと？変わったで、なんか。あ、すごい忙しいね。え、そんなん、ちょっと、どういうこと、どういうこと。ああ、そういうことか。スマホに、電卓、はかり、時計、何かな、しなびれたチューリップ、で、電気。これ。俺が動かすんかよ。俺が間違えたらし、ベッド関係ねえじゃん。ペット関係ないやん。俺の記憶力の問題か。かなんで花粉症、ちょっと待って。いや、なんで間違えた、俺がしたのに花粉症って。どうちょっと、お姉さんも。お姉さん助けてや、もう。そう、お姉さん。ちょっと待って。結婚しようか。花粉症やから。ちゃんと治療してください。また来ます。なんか微妙に楽しいな。あ、アナルブリーダーは、ちょっと、実験ソフトとして扱うので、ちょっと時間があるときにね、ある実験したいんですよ。まあ、それをしますんで、お楽しみしてください。なんかちょっと気になるとこですが、次のゲームに行きまーす。これはここまで。次はですね、リラクマです。あ、リラックマです。これは、生き物なのかな？ですね、癒されましょう。癒される。夏にしましょう。もう集め方は、まあ、リラクマを、カメラで適当に撮るっていう、ラインまでゆるーいゆるーいミニゲームをして癒されるってことですね。これが光った時押すと、押したね。これ合わせて、あれが、カメラが動いて、動くんですよ。ピコピコって。その時に押すんですよ。これバスなんですよ。合図したらボタンを押すんですよ。そうしたらね、いろんな写真が撮れるってやつです。これですね。で、ビバダラダラってなんですよ。そう。こうやって、これね、ビバダラダラ。で、手帳に合う、そうそうそう、見る。ただこれだけなんですよ。これをずっとしていて、写真を収めていくいうダラダラゲームです。で、ミニゲーム、そこ4種類あるんですけど、これで、ミニゲームしたり、それを使うことによって、もう一枚撮ってみようかな。ビバーダラダラ。なんか反応してよ。おい、早く動いてくれ。ピコピコして。ポーズ。ちょ、カメラ動けへんやんけ。おい。じゃ、ミニゲームしたくするか。あ、でもなんかチャンスありそう。いや、ちょっと待ってよ。これはミニゲーム、これ、
これは片付けのゲームなんですけど、ゆるいんですよね。ちょっと待って。要は、UFO キャッチャーみたいなゲームなんですよ。これが勝手に動くんですけど、これ黄色い鳥を動かして、ここの場所にこれが伸びるんですよね。ボタンを押すと、こうやって、あ、もう一個。で、掴んだら、この位置合わせて、上の方で、押すと、捨てます。ここ。で、これまた動かして。ここ。あ、もう一個。取ったらまたこれ、めんどくさい。余計だるいな。ここ。あ、ちゃう、それじゃね。よし。よし。なんかティッシュ、あ、よいしょ、いいな。ゆっくりタイムが長いからね、余裕できるんですよね。これで一つ、アイテムが入って、まあ使うんかな、使うことによって、いいリアクションがね、増えていくんですよ。なんか今、なんか、あ、ビーバーダラダラ、なんか鳴ってたな。取ればよかったな。取ればよかった。じゃあ、なんか反応して。もっと緩いんがね、これなんですよ。ルーレットなんですけど、永遠にできちゃうんですよね。永遠ガチャみたいな感じなんですよ。これで、どれを取るか。これ、右のやつは関係ないんですよ。こうやって、何回もできちゃうんでね、永遠に食べたいものが取れるちゃう。プリンかな。で、永遠にできちゃうんですよ。ゆるいんで。これもか、できちゃうんですよ。同じなんで。同じな、団子、ステーキ。ステーキなんかだろうね。ハンバーグや。お、同じで取れた。で、こういう緩いゲームです。これなんかね、DS 版のやつの方がなんか面白いらしくて。アイテムを、そうなんです。ハンバーグ開けてみましょう。いらないみたいです。え、なんだこいつ。めっちゃ合ってなかった。これ開けてみよう。反応せえへんねんな、カメラ。なんだ。プハーしてるよ。あ、来た来た。なんで、ちょっと、あう、ちょっと、早く早く、あう、なんで。今、なんでやねん、今反応してたやんけ。あ、この、何があかんかった。アイテム一個もったいなかった。こっち向いてるよ、早く。ついでもう一枚写真撮りたいな。え、こんなの待たなあかんの。だらーってしてんね。これは育ててることになるのかな。いやー、すごいな。あ、あ、なになに、運動。あれ、運動。ピコピコしてないし。足しびれてんの、運動。え？ああ。ペンギンは空を飛べる。あ、ペケ。触るときに触るのほっぺた。そう。コールスローはコーンサラダ。サラダ。コーンサラダ。じゃあ、間違いない。じゃあ、こう、ペケン。あれなんで？金木犀は春に咲く。じゃあ、やんけ。ペケン。母の日に送るのはチューリップ。これペケン。あ、いいでしょ。誰間違えた？お、ホーク&スプーン。
使うっていうのか、これかな。でね、あ、なんでなんで、なんでなんで、これ取りたかったね。なんでなんで、なんで持ってるよ、持ってるよ、持ってるよ。ちょっと何してんの。まあ、しまうなや。いや、こっち向いた。タイミングがずれたんかな、思ったやな。これも使われへんやろ、多分。あ、使えんのか。あ、行けた。飯。寝ながら飯って。これはあんまりやったくないな。また、今度やな。そう、もう一枚取りたいな。リラックマ、まあ、小さいねな。ザックないし。そう、カメラ、カメラ動けて。あ、ちなみにこれはゲームボーイアドバンスのソフトですね。アドバンスソフトなんですが、で、後に多分 DS の方でも出てたと思います。これのなんかバージョンアップのやつが。なんかそれがすごい出来がいい。よかったやと。あ、来た来た。グー。小さい子供とかで適当にやらせてやったら喜ぶと思うんですけど、チャックなるのかな。こんな感じですね。次、行きます。次。次のゲームはですね、次のゲームか、次の育成するキャラクターは、うんちです。食事中の方はすみません。うんちボーイですね。これは、サンリオタイムネット、過去編っていう、ポケモン風のゲームです。あ、サンリオキャラクターが出てくるんですけど、まあ、こういう風に敵倒して集めていくっていうゲームなんですが、それの過去編ですね。過去と未来編があるんですよ。で、それによってストーリーに変わっていって、で、最初に3体の力レベルに、ウンチ坊やを育てていきます。で、育てていく。で、攻撃を石投げ、石、つなげ、いけ。アリ太郎、まあ、アリ太郎だよ。ハム太郎のパクリかな。アリ太郎当たってないやん。レベル11。なんでなんで、ちょっと待って。逃げて逃げて逃げろ。ああ、逃げろ。ここはダメだ。やめてやめて。あう。え、ここにタマちゃん。タマちゃんが。え、ここにキティちゃんがいるんですね。キティちゃん、ほら。キティちゃん。ね、このゲームね、あの、過去にね、妹たちが持ってって、あの、なんかね、妹たちが持っててね、ね、やったことあるんですよ、過去も見れば。でね、これ、最後のボスらしきもん、とか、やったかな、魔女か魔法使いもんですけど、それがね、あの、苦労するんですよ。多分、倒せないんですよ。なぜかというと、モンスターを、柱時計みたいな、時計の柱なの。これモンスター集めていったらパーセンテージが増えていくんですけど、これをね、満タンまで、ただ、満タンまでしないと、ダメージこの通らないっていうシステムやったと思うんですよ。ということで、モンスターをね、何体か100体、モンスターというか、まあ、サンリオのキャラクターを100体ぐらいに掘ると思うんですけど、それを全部集めないと勝てないっていうシステムなんですよ。まあ、70% あったら勝てるような気もするんですよ。結構強かって、で、そんなにすごく集まるようなゲームでもないんですけど、ね、始めるんですけど。あれ、どこだろう、これ取られへんの。で、主に、敵と戦って弱らせてから、ゲットカードというか、出てこないを使うと、ゲットできるんですよ。まあ、こいつとかも出るんだけど、プリプリピン。石投げて。あ、これ大丈夫。なでかわす。うんちが石を投げるって。汚いな。かわいいじゃん。うわ。そのうちみたいに入れる。うわ、よっしゃ。で、弱らしてから、ゲットカードを使うと、モンスターをゲットできちゃう。モンス
さんが、あ、これでいけんじゃん、いい感じやで、そこでアイテムゲットか、いけ使えよ、あ、ヤヨさんです。うわぁ、もちろんなっていける、あ、そこでゲットなんですよ。まあ、モンスターボールですね、今で、これで新たに仲間できたんですよ。これを、各場所にいろんなところで集めて、で、時の柱を完成させるっていう、あ、もうこれだな、これ。いろんなキャラクター出てくるんですけど、昔のやつなんで、あのね、どんなキャラクターいたんかっていうくらい、すごい出てくるんですよ。レベル上げるの上げないとダメなんですけど、結局はほとんど捕まえていけんからめっちゃ大変。取り逃すとね、そこまでいちいち戻らないといけないし、あのモンスターが弱くなってるから一撃で倒してしまう。音変わったな。だってなんか木みたいなやつが物を使うとあんまり気に入っちゃう。で、これ進化します。ウンチボヤの場合は、ウンチ専務とかになったりするんで、ウンチボヤから最終的に専務になると。性とかも一応あって、なんか、それに対応してきれなかったらすぐやられちゃったりしたような記憶があるんですが、過去にやってるんです。全然その辺覚えてないんですけど、なんか途中ものすごい大変やったんやけどな、死んだもんね、いけるかな、死ないな、あぶね。こんなゲームです。以上、今回は生き物を、たくさん育ててみました。以上ですね。サンリオは、そうだな、まあ、ほんまやりたいんやけどな、いやいや、過去ばっかやって、もう少しやってみたいんですが、まあ、いつになるかわかりません。今回は生き物を育ててみました。以上です。クズでした。じゃあ、またねー。